大国主と今年の主が閉じ込められた質の岩屋という字を、ね、どこにあるんだろう、大丈夫かな。大丈夫かな、ちょっと心配な感じですが、なんか取ったら水量になりますよって書いてあります。やっぱ密漁になりますが、岩手の報道がよく書いてありますね。やっぱあの漁業権があってね、皆さんやってるんでね、ダメですかね。なんか、でもあのテトラポットのところにあるいるウニちゃんは中身がないと言ってました。なんで取ってもしゃあないで。はあ、そうなんだとかね。トコブシとかいうのはね、見つけたことあるんですけどね、取って帰んないですけどね。トコブシってのは何だかよくわかんないですけど、地元の人はトコブシって言っておりました。でなんかどっかの時にそのトコブシっていうのをなんかアワビみたいな感じで食べましたけど、そのなんかこうトントントンとこうしてこう随分ありますね。もっと変ね。よっ。これで正解だったな。無理っすね。ほんと行こうと思った。これを5時半に、今日だとね、5時半に、この岩屋に入っちゃうと、帰り真っ暗で見えなかったですかね。騒がない。騒がない。これまだ先やったぞ。閉じ込められるな。本当にそっちなのみたいな、大丈夫なのみたいな、そうなのみたいな、いけるな、大丈夫なのみたいな。予測器まだ行くの。まだ行くの。どこまで行くのこれ。150m なんだろうか。4分ぐらい行った。来た来た。よいしょ。この先か。岬に出るんですね。ほう、ほう。閉じ込められたってのはなんか悪いことじゃないですかね。でも少な彦さんは待ってるんですよ、これね。おぉ。そうかなと思いました。そうなのかなと思うのか。
いろいろですけど。この先に閉じ込められたんですね。Thank you.